怪我さえなければと思わせた悲劇の元祖レフティーモンスター小倉隆文。全国高校選手権で大活躍し、1992年に鳴り物入りで名古屋グランパス8に入団。恵まれた体格と左足から繰り出される天才的なパス、ドリブル、シュートを人々はレフティーモンスターと呼びました。ファルカン監督時代の日本代表にも呼ばれ、海外移籍も噂された中、1996年、アトランタオリンピック最終予選直前の合宿で、右足後十字靭帯を断裂し、先制目を奪いかねない重傷を負いました。なんとか復帰は果たせたものの、全盛期のプレーは取り戻せず、その後、ジェフユナイテッド市原への移籍を皮切りに、東京ヴェルディ、コンサドーレ札幌、ヴァンフォーレ甲府と渡り歩くも、狙った成績は残せず、2006年に現役を引退しました。怪我さえなければ、海外でも大活躍したと、個人的に思っています。